こんにちは、宜野湾 JCG タイムの時間です。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りいたします。本日のお相手は企画調整係じゃなかった係変わりました、はい、総務係テリアと地域福祉推進係赤峰がお送りします。はい、宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾のスタジオから生放送で午後5時までお送りいたします。皆様最後までお付き合いください。はい、山内さん忘れてました。はい、お願いします。宜野湾です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私たち宜野湾市社会福祉協議会、通称宜野湾社協では、チュイ CG の人と人がつながる優しい街宜野湾を目指し、宜野湾市の地域づくりや活動、福祉の推進を行っております。はい、さあ、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com。 そして FM ギノワンではインターネットにてサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもどこでもこのラジオを聞くことができます。また、ユーストリームとツイキャスで映像と音声もネット配信しております。 FM ギナーのホームページから見ることができますので、そちらからもお気軽に参加してください、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします、はい、さて、今日はもうついに来たっていうゲストがそうですねいますので、はい、さっとこのオープニング終わって進めたいと思いますので、はい、ではそれでは今日も幸せをつなぐギノワンチュイ CG タイム始まります。はい、CD から出せ、うん、すぐ去って下ろせられるかなと思って。大丈夫ですよ。CD から出せ。ほらもう。ほら頭が小さいんだよ。見てごらん。ミッチラを待ってる。はい、あ、脳みそがないので。CD から出せ。どっちかな。ビジュ。ビジュ。今で見ずに後ろ。やっぱり。最初だけあれね、普通なので。ゆいさん側に置いた方が安全な気がします。ゆいさん側に置いたらバッシャーン。4月11日水曜日、宜野湾チュイ CG タイム始まりました。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております、はい、さて、2週目からはふくふくトークのコーナーをやっていきたいと思います、はい、でこの時間では宜野湾市の地域活動や福祉の情報をお伝えしたいと思ってゲストを呼ぶコーナーになるんですけど、はい、今回はなんとついに来ました。宜野湾市の母でもある社協の母でもある野岳産区自治会の花城会長に来てもらいました。イエーイ。というわけで自己紹介お願いします。はい、了解です。はい、宜野湾市野岳産区自治会の会長をしております花城と申します。はい、自分だけの紹介ですか。はい、そうです、まあ、あ、野岳産区のこともよかったら、はい、
個人としましては娘が7名おりまして、ね、孫が14名おりまして、すごい目標は21名だったんですが、まだ14名で止まっております。あと何名ですか？21名と引いたらいいです。そうですよね、はい、はい、7名ですね。私の地域は高齢化が大変進んでおりましてですね、はい、まあじいちゃんばあちゃんが公民館で楽しくおしゃべりをする、うんうんうん、そういう村屋ですか、はい、そういう公民館を中心に、うん、区民が寄り添って楽しく生活してる場所でございます、はい、もちろん皆さん の, お宅も高齢化は進んでるんですが、うちの地域は建物人間すべて老朽化してるんですよ。もちろん私もなんですよ。もう自治会協会もですね、はい、若い方々がいっぱい出てきてるんですが、そうですね、私現在73歳で、見えないです。頑張っております。はい、まあ今回は会長会も引き受けてしまいましてですね、今年度の宜野湾市の自治会長会っていう23自治会の会があるんですけど、はい、その代表に、おー、素晴らしい、田代会長が出ています、はいはい、うーん、はい、まあ忙しいんですが、忙しいのが若さの秘訣かなとか若返りの秘訣かなとか、でも心は、体がついていかないで心はとっても若いんですよ。本当に、はい、体がついていかなくてですね、年を感じつつあります。でもまあ二人とも娘みたいなもんですので、はい、今日は楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。会長は何年ぐらいこの会長なんですか？初期の時代から、はい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 、数えますと、はい、はいような30年になりますよ。すごい、30年地域を預かっております。私の人生そのまんま。あ、そうですね。地域に貢献してる。すごいな。すごいね。大塚健二さんからコメント来てますね。はい、はい、こんにちはということで、建物は老朽でも人は老朽ではなく経験だと思いますよということでコメント来てます。ありがとうございます。はい、そしてモミさんからも来ております。うん、マイクワイチョー、私若いけどハゲてますっていうことで、カツレンでした、あ違う、うるま市の方で、はい、うん、そうそう、最近遊びに来てくれるんです。まあカルシウムを多く取りなさい。あ、そしたらハゲないんですか？ハゲないはずですよ。そうなんですね。でももうモミさんはハゲてるので、もうすでに、あ、大塚健二さんも髪の話にはってきてますね。あ、そうですね、大塚健二さんもちょっと薄いので、そうです、うちの係長もちょっとちょっと今ちょっとキンクワードが出ましたね。まあもうすでにハゲてらっしゃる方は食毛ちょっとお金かかるみたいですけど、はい、白間さんにも勧めようかなと思っております。山内さんは大丈夫ですか？ちなみに。そうですね、まだふさふさ。よかった、まだ大丈夫。よかった、危ない、もうドキドキしますね。みやさんも、みやさん、みやちゃんさん、みやさん、こんにちは、滋賀県からも見てますってことで、はい、そうそうです、結構県外の方から見られてね、結構多いんですよ。うちのいいとこよ、遊びにおいで、はい、本当に、本当ですよ。すぐ野岳さん区に行っていただいたら、いつでも人がいっぱいいますもんね、うん、本当に、はい、いつでも天ぷらがあります、うん、そう、今日もね、持ってきてもらって、はい、とっても美味しかったですね。写真載せるの忘れました。だからすぐ食べて、みんなですぐなくなって、はい、美味しかったです、ね、でもまたね、地域の方がいつも作ってくださるんですよね。はい、ボランティアの方がふみちゃんって言うんですけどね、まだ若いんですが、すごく腕がいいです。ですよね、美味しい。注文公民館で受け付けます。公民館の番号はとか言って892-6100 です。はい、よろしくお願いします。はい、待ってます。大塚健二さん、一回
ね、一緒に行きましょう、うん、野竹さん遊びに。あ、そう、この方も埼玉の方で、あ、そうですか。この前町にこいいなって言って町にこバッチもあげて、はいはい、いろいろと地域づくりを参考にされているので、はいはい、ぜひ行きましょうね。絶対楽しいと思います、はい、大歓迎です。はい、モミさんがどうぞ。モミさん、毛根復活させるために頭すぐりすぎてちぶるの中身がイフナーナトイビサそう、モミさん方言が多くて、今日はでも話しおかちゃん方言バリバリなの、うん、そうです、バリバリ。どうなんですかね、イフナーなってるって言ってますよ会長。もともと古いもんだったんじゃないさすが、フリムンっていう番組をやってるんですよ今日の夜なんですけど、ね、そう、本当にフリムンっていう番組をやってるんです。そうなの、はい、すごいすごい。闘牛屋さんでしたっけ。闘牛屋さんですね、うん、面白い、うん、はい、闘牛屋さん、闘牛屋さん。じゃあ牛主、牛主なんですか。牛主ですね、多分共同で持ってると思うんですけど、あ、違うかな、どんなですか、モミーさん。牛主ですよね。ラジオ通して。そうですね。今日ちゃんとあの野竹さんくんの、あ、そうそうそう、はい、紹介を始めてきて。野竹さんくんの特徴、社協と関わってる部分では、やっぱ高齢者の見守り活動がとってもすごくてですね。うん、はいはい、なんと宜野湾市でお弁当配達を自分たちで始めた第1号になります。配達。はい、配達。これはあの高齢者の方々に。はい、はい、詳しくは会長から。はい、独居老人とかですね。はい。それから恥ずかしがり屋っていうんですかね。うんうん、まあ綺麗で、綺麗事で言えば恥ずかしがり屋なんですが。悪く言えば。あの引きこもりっていうんですか、なかなか出てこられない方、はい、そういう方にですね、はい、お弁当を、手作りの弁当を配達、うちの民生委員さんが非常に頑張るんですよ。その方々を中心に、はい、あのお弁当の配達をしております、はい、で全然あの物も言わなかった、扉も開けなかったって方がですね、うん、あのその配達を心待ちにしていましてですね、まあ道であってもあの声をかけるようになったし、それからあのお手振りとかニコッとしてやるんですよね。で一番この引きこもりといえばちょっと、うん、悪いんですが、うん、あの餅つきとかですね、社協さんの、はい、こういう時にはあのこういう方来てくれるんですよ。そうですね、唯一1年に一度公民館に、はい、訪問してくれるんです。餅つき、餅つきなんですかね、はい、でこれも社協さんからあのあ予算が出ておりますので、あの地域で餅つきとかとなると贅沢ですのでね、本当に大和うんちゅが作るようなあの薄で、あ、そうそう、キネと薄を貸してらして、はい、キネと薄でぺったんこぺったんこ餅つきをやるんですよ。その餅をいただきにこういう方が、うちは大きなガジュマルの木が公民館にありましてですね、そこの下に佇んでいるんですよ。佇んでいる、来てくれたと思ったらですね、嬉しいですね、はい、嬉しいです。ですので、あのこちらいらっしゃいって言ってもみんなの前には来ないですので、あの民生委員さんが気を利かして餅入れてですね、知らんふうなごわしてこの人に届けて、そこでニコニコ食べてですね、おかわり可能だよって言ったら、今度また知らんふうなごわしてこの方も近くまで寄ってきてまた餅を食べるんですよ。へえ、あの子はあの顔は最高ですね。そうですね、はい、そのまま公民館に馴染んでくれたらと思うんですが、そうですね、やっぱり厳しいみたいですので、いまだにお弁当を届けてますが、恥ずかしがり屋さんですからね、はい、恥ずかしいのかもう本当に70代80代の方がですね、引きこもりなんてかわいそうだなと思うんですよ。身寄りがないっていうんですか、どっかに身寄りはいるかもしれないんですが、まあやっぱり家族から見放されたっていうんですかね、そういう方もいてですね、
身から出たサビだよって私はいつも言いますけどね。厳しい、はい、寂しいって言ってアルコールに逃げる方もいます。で最近移ってきた、身寄りが娘さんが一人いるんですけどね、この方もすごい持病持ちで、訪問したら社協の照屋さんという看護師さんと訪問したらもう足がパンパンに腫れてるんですよ。だからそこにジュースの瓶とかアルコールの瓶が転がっていたら、あなたは死にたいのかって怒鳴ります。だからできましたらどっかよそに移ってくれた方が私助かるんだけどって言うんですか。はい、本人に言います。そしたら、分かりました、気をつけますってこの方は言ってはくれるんですけど、すごい、なかなかいないですかね、そのはっきり送ってくれる人。そうそう、やっぱりかわいそうっていうのか、やっぱり道場はいけないかもしれないんですが、だからこそ、身寄りの、まあ娘がいるとしても家族がつきっきりで面倒を見るわけではないので、やっぱり、うちの地域のメンバーが訪問して気をつけてあげないといけないと思うんですよ。で、家主さんもずっと公民館に見えますので、いいです。なんか本当に地域全体地域でね、見守っているっていう感じがありますね。大塚健二さんからちょっと質問来てるんですけど、はいはい、お弁当は手作りですか、無償で作ってくれる人たちがいるんですかって来てますが、はい、毎週火曜日に、はい、ミニデイサービスっていうのが各地域であってですね、うちはもう平成9年ぐらいから始めてますけれども、すべて手作りです。社協さんがキッチンも増築していただいてですね、大きいお鍋とかそういったのもありまして、はいはい、まあ何しろボランティアさんが多いんですよ。そうですね、野田家さんとても多いですね。おかげで私の方はもうみんなに支えられて、口だけ動かしてます。いや会長、でもこれなんでボランティアが多いんですか、野田家さんくは。そういう気持ちの方々がいっぱいいるわけですよ。いっぱいいる地域の輪っていうんですか、はいはいはい、そういうのがあってですね、うん、それと母子家庭とは言いませんが、ご主人を早くに亡くされた独居老人が、はいはいはい、元気な人は80代でもボランティアやってくれるんですよ。なるほど。そういうことで、その70代80代の方々がですね、そうですね、地域にだいぶいらっしゃるんですよ。そういうことでその方々がやってくれる、はい、やっていただいてます。会長が例えばボランティアしやすいこの環境づくりとかっていうのはやってはいるんですか、そういった心がけてるというか。なんかはい、ですから私も公民館がなんか最近はうちみたいになってですね、本当に朝8時から来て6時ぐらいまで皆さんいますね、はい、ぶっ通し皆さんいらっしゃるので、お家みたいな感じですよね。そんな感じですね。だからあ、ここに来て、まあおしゃべりをするってことは、認知症の予防にもなるわけですよ。ですからそういう方々を常に呼びかけて、今日公民館で遊ばないとか、それからおしゃべりしようよとか、歌おうよとか、お願いだからお花に水やりしてもらえない、今日私忙しいのでとかって声かけてですね、その辺っぽいですね。やっぱり集まりやすい環境、ね、社協も居座っちゃうっていう、ね、あ、美味しいのもいっぱいあるし、ね、美味しいのもいっぱいありますですから、あまりにも体重に変動がないんですよ痩せなければ痩せなければと思いつつも、モミさんからですね、夏になったら売れないヤシエガ持っていきますって、はい、あ、もう大歓迎です。すごいね、全員で頭を下げます。しか
身女性も多いから選び放題ですよ、もみさん。あの先輩になるかもしれない、年齢さえ気にならなければ、もちろん私も独身でございます。もみさんやっぱり共同で持ってるとのことでメール来てますね、ありがとうございます。まあ、あの少々安くしていただければ、うん、すぐにも買いにも行きます、買い付けも行きます。でも、もみさん本当に野崎さんく野菜持っていくとき私の方に連絡くれた方一緒に ね顔つなぎしたいと思いますので、うん、ぜひ。いいです、しかも、うん、めっちゃ好かれそうなんですよ、野崎さんくに。好かれそう、とっても好きな、まあ、愛妻はもみさん。そう、エコさんも初めまして、チロチロピー、チロチロピーハロチロピーでしたっけ、はい、あ、初めて見に来ましたって来てて、モーミーさんもエコさんも知り合いなんですけど、あ、そうですか、2人でね来てもらったらね、うんうん、じゃあ私もお友達になりたいで、エコさんは三振できるんで、そうそうそうなんですよ、歌ってもらえれば三振サークルもあるんですよ、私ミニデーでね披露とかしてもらいたいですね、これはもう大歓迎です、いいんじゃない、本当にいい、ね、このあれはちょっとね、はい、いいと思います、いいですね、マジで、ちょっともみさん本当に野菜持ってきましょうね、その時にエコさんも来て三振をやって、はい、うん、やってすごい FM ギノワンがつなぐまた新たな、まあ社協がですけども、ね、本当に素敵、ケンジさんも言ってるけど、いいね、あ、みんなカチャーシーも好きですので、あ、そうそう、前フォーチュンクッキー戻りましたよね、はい、あ、そうなんだ、それ踊りたい、どうぞどうぞ、はい、いいですね、県外からの視察もやっぱり多いです、ね、地域づくり進んでるってことで、はいはいはい、視察も多くてですね、うん、そうですね、県外から50名ほどバスでそうなんですよ、乗り付けられたのもあるんですよ、岩手県から、下は鹿児島、九州、はいはい、で、もうそれぞれの厚労省の方も来たり、はい、方々が、はい、お見えになりましてですね、まあ、自分の地域としては当たり前のことをやっていて、なぜこんなに取り上げてもらえるのかがとっても不思議なんですよ、うちのボランティアさんたちもそうおっしゃってるんですよ、のが注意だしきだしき注意指示、あ、はい、これが大体モットーなのだけ3区でございますの で、まさに支え合い、はい、助け合いって言ったらもうのだけ3区ですっていうぐらいもう勉強させてもらってます、まあ地域性があって、うん、そういうお仕事ができるってことは、うん、あいえなわねいっぺのおがですよ、うん、だからまあ褒めるわけでもないんですが、うん、宜野湾市の社協はすごいです、ありがとうございますと思います、いつも読んでなんか褒められてありがとうございます、もみさんから真っ赤町系うるま市からむっちいっちゃむっちいっちゃびーさまーいとまじゅんやしけべエコザイルやしむさってこと、まあ、とりあえず一緒に行きましょうモーミーさんとエコさんと野崎さんが誰でも大歓迎ですよね、はい、誰でも歓迎します、はい、そして野崎さん区では、腰回収と、あ、はい、はい、まあ、ありがとうございます、はいはい、腰回収、まあ、宜野湾市の予算がちょっと行き詰まっておりまして公民館をですね、はい、作りたいんですよ、はい、ですのでカビのあるさあちみとおびんよたい、はい、カンカン、これも集めてます、うん、で週一度なんですが老人会が来て空き缶を潰してます、うん、はい、まあ運動のためにと言ってくれるので大変助かるんですよ、うん、でこの間も倉庫がいっぱいになりましたので、はい、段ボール何でもいいんです、紙であれば、はい、トイレットペーパーの芯とかも大丈夫なんですよ、はい、そういったのも全て集めてますので、ぜひ892-6100 まで、892-6100 まで、はい、そこまでお電話くだされば取りに行くことも可能です、はい、それと、はい、避難場所にもなってますので、うち、はい、に避難してきて公民館が潰れたら宜野湾市大変じゃありませんか、そうですね、はい、大変、本当にちょっとコミが古いのでね、うん、ちょっとまあ、ね、佐喜眞市長も早く早くお尻を上げてですね、はい、野崎さんを応援しないといけないという
気持ちに早めになっていただきたいと心の底より区民を代表してお願いをしたいところです。はい、素晴らしいというお知らせでした。はい、皆さん892-6100 ですね。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、あとであのムーミンさんには個人的に携帯も教えたいと思います。ムーミンさんぜひ来てください。教える方がいいと思う。まあまあまあそうですね。はい、ぜひですね皆さん、聞いてる皆さん、腰とかどうせ余りますので、はいはい、ぜひ、野崎さんに野菜とかも受け付けますよ。はい、モーミンさん以外でも全て受け付けます。はい、はい、でまた遊びに来るのも全然大歓迎ということで、はい、大歓迎です。よろしくお願いします。はい、もう時間になってきたので、はい、はい、もう終わりなの？会長もう一回ね、もう一回ちょっとまた、はい、お願いしたいと思いますので、はい、見ていきたいと思います。はい、ゆたしくうにげさびら野崎さんくでございます。はい、ということで、いや素晴らしい。はい、今日は野崎さんくから花城会長が来てもらいました、うん、というわけで、はい、せーののさよならで終わりたいと思います。はい、いきます。せーのさよなら。来週はソプラノ歌手の曽根さんです。わおはい、ありがとうございます。ありがとうございました。あっという間だった。足りないね。